今回は今週の馬狼、次回クソガキの展開についてみんなの反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。キング最高すぎるわ。最高。マジで今回神回だったな。めっちゃ相棒に馬狼重ねてるよこの指導者。やっぱキング、潔に脳焼かれすぎてるな。最高だぜキング。なんだこいつ最高かよ。改めてキング下手くその欧州いいな潔と馬狼の因縁って感じで、キング最高だけどいいところまで行くけどシュート止められるパターンかな。負けたけどでもユーバースは生まれ変わるぜみたいなオチかな。裏に走ってるスナッピーが何かする気がする。やっぱり潔とカイザーは到達地点は一緒なのな。車に乗ってるの最初馬狼かと思った。ユーバースが馬狼に合わせるの激アツすぎね。馬狼に親友の面影を感じるスナッピー良すぎる。あ、これだよこれ先週の引きから分かってたけど見たかったのはこれ馬狼格好良すぎるお前がナンバーワンだ。次回のクソガキ思い当たる人だけがいる？言ってる人によっちゃ変わる気がするんだけど。スナッピーがゴール決めた馬狼にと潔とカイザーがシュート防ごうとしてお互いに他にあるかな？次回タイトル的に馬狼が決めるんだろうけど凪の5連式の時と似た展開すぎて潔とカイザーまた止められないんかと思うわ。だからそいつら守備が本職じゃないんですよ。イングランド戦の凪みたいに一回潔に勝たせるんだろうな因縁解消してそれぞれ世界一目指すんだろう。馬狼には守備で抜いたから勝ちとか言ってほしくなんだが、ここで初のカイザー潔共闘来るか。馬狼がかっこよすぎてユーバースに勝ってほしくなってきた。馬狼最高だわっていうかイタリア戦最高だわフランス戦まだだけどネオエゴの個人的ベストバウトになりそう。キングかっこいいしそのキングに乗って合わせてくるのがアイクやロレンソなのがまたいい。馬狼はずっとチームを変える男なんだなって改めて思った。かっこよすぎる。キングの退職の時スナッピーの目に炎出てたしスナッピーを何かやってくれるかな。プレデター愛って潔が勝手につけたはずなのに馬狼もプレデター愛って言ってて草。スナッピーが激ヤバだったら馬狼のシュートに無理やり合わせて馬狼に屈辱的な1アシストつけそう。ゴールを狙わずほくろに徹する馬狼に火をつけられてゴール狙い始めるっていう展開あるかもな。馬狼ってマジで潔からしたら1億点の男だよな。馬狼の絶望這い上がりなんてみんな好き俺も好き大好き。馬狼のシュート引くけど誰かしらに押し込まれてイタリア2点目の可能性とかもあるんかな。カイザー馬狼からスルーされてるのちょっとかわいそうで笑う潔しか見えてなさすぎだろ。カイザーも潔だから実質怠慢なんだよな。最終リザルトでネオエゴ得点王は馬狼になりそうかもね。闇のジョーカーでありながら間違いなくチームのキングだったこれぞ馬狼勝栄。馬狼の反落に一番初めに連動してくれるのがアイクなのいいな。さすが元キャプテンは違うな。馬狼このままだと得点王で年俸トップだろ。フランスメンツは強豪がいるからここまで点取れなさそう。言うて馬狼に1億つけたのユーバースが囲い込むためだし、退職した以上は馬狼がこれ以上点入れても1億で止まるんでは？謀反を起こすやつ雇いたいかと言われたら他チームも二の足踏みそう。馬狼の関心が完全に潔に向いてるけど、潔いない時の馬狼ってどんな感じなんだろ？いなくても狩るとか言ってんのかな。寂しそうにしてそう。ちゃんとやってるとは思うけど潔がいるとバフかかると思う。潔と馬狼にはずっと食い合っててほしい。勝ってほしくないし負けてほしくない決着ついてほしくないマジでずっと食い合ってて。来週再来週で馬狼かはわからないイタリア2点目スターチェンジシステム終了日より投入まで行くんかな。馬狼って単独プレイだとゴール外してること多いんだよな。周囲が予測できない行動を起こして相手を出し抜いてこその馬狼だし、来週素直にゴール決まるのか気になる。負けたら指導者の責任にしてくれるのいいじゃんと思ったけどあらゆるリスクを自分で背負いたい馬狼に納得。馬狼ほど奈落の底から這い上がれのフレーズに合う男はいないわ。来週馬狼にゴールしてほしい気持ちもあるし、潔カイザーが協力してゴール阻止してほしい気持ちもある。1週間長え。潔以外との試合は潔に会う前に入れるメッシュみたいなものかもしれんぞ。スペイン戦のハットトリックは馬狼にとってはかくったうちに入ってなさそう。責任だって自分の持ち物の一つだもんな。自分ルール徹底してる馬狼ならそれだって自分で背負っておきたいよな。マジでハットトリックどうでも良さそうだよな。スナッピーの絶景で取っただけだからキングにとって意味がない。親友と馬狼ちょっと似てるのこれ重ねてるだろ。馬狼2点目ガガマルさんフランス戦での覚醒前兆とかもあるんかな。潔を狩ろうとしてる奴らはカイザーユッキー馬狼と言葉が似てくるな。馬狼これで試合勝ったら髪の毛赤に全染めしそう。お前にだけは負けたくないって馬狼すごいじゃん。潔からの最高評価だよねマジですごい。ここで馬狼がやりたいことやりきったら潔が同じことやっても2番戦時みたいで盛り上がらないから完遂はできないのかなと思ったり、ここで決めたら完全に得点を追うコースだけどスナッピーがゴール前まで来てるからな。馬狼のゴールからヒントを得るのか。親友に似てる馬狼だからスナッピーも無意識にかつての友人と重ねて絶望させないように俺が王様にしてあげようをしちゃってたのかもね。そんな真綿にくるむようなプリンセス扱いは馬狼には無関よね。獅子の子落としで這い上がれる男だから馬狼は。クソガキが馬狼じゃなくて昔のスナッピーの二つ名的な展開でも面白そうなんだよな。親友のあだ名かもよ。余計に湿度高くなるけど。馬狼のカルコロスのセリフって以前潔も言ってなかったっけ。雪宮じゃなくて馬狼をミックに見立てて馬狼ミック×スナッピーの化学反応で2点目なのかな。絶望が足りないってのはなるほどと思った。もうすでに馬狼が言ってるけど未来が保証されてる上に失敗してもマスターのせいになるチームはほとんどの人にとってはベストだろうけど、その代わりに絶望も小さくなりそう。世界一を目指すなら大きな絶望から這い上がる力をつける必要があると。馬狼はドイツに適性あったんだな。内下馬が加速する成長する前に喧嘩になって外されそうだな。イタリア戦、展開の先の読めなさがありつつも、馬狼の無本とか外さない展開もちゃん抑えてあって最高早く続き読みたい。来週馬狼に決めちゃうんかな。でも次に持ち越したってことはもうワンクッションあるよな。もしかしてスナッピーが決めんのか。イタリア戦毎週面白すぎる。馬狼なんでこんなにかっこいい。馬狼 vs 潔最高かよ。来週まで待てない。馬狼はメタビよりプレデター愛適性の方が高いだろうし、イタリア行ってスナッピーから技術パクるのは世界一を目指すなら正解やったな。馬狼が徹底して潔だけ見てるし絶対に王様を諦めないとこ好きです。己の行動指針がぶれなさすぎて北極星の擬人化かと思うレベルだよ。馬狼が2点目決めんのかな。やっぱイタリア2点目決めるだろうけど馬狼が決めるだろうけど馬狼に決めてほしい。本当に金城頼む靴ぐらいなら舐める。馬狼に決めてほしい気持ちもあるしガガマルさんに止めてほしい気持ちもあるし、心情が毎週ぐちゃぐちゃになってる気がする。馬狼決める流れだわ。イングランドと同じく潔が負ける展開が続くね。大丈夫、イングランドの時と同じく最後はやり返してきっと勝ってくれる。潔と馬狼がお互い意識しすぎててもはやノーやきターンバトル。これで第三者が潔と馬狼食ってゴール決めるかカウンター決めるかしたらそれはそれで嬉しい。イケニコ現状馬狼が世界一のストライカーに一番近い気がする。馬狼が2点目決めてスターチェンジシステムでの後日和が交代して3点目を日和に決めてほしいな。カイザーと潔の点取り合戦はフランスに持ち越しってことでさすがに違うやつが決めましたはイングランド戦でやったから勘弁してほしいわ。なぎのクソ集の時とシチュエーション似てんな。やっぱり今回はカイザー潔がゴール阻止すんのかな。いやでも馬狼に決めてほしい。でもカイザー潔が2人でゴール阻止してるところも見たい。もうどうしたらいいんだー。イングランド戦で同点に追いつかれた時は自分がブルーロックに求めてる要素と何かずれてるなーってもやつきがあったんだが、イタリア戦はこれこれこれみたいなフィット感があって最高にいい自習。馬狼に点数決めても潔が止めても容赦あっぱれだわ。ゴミだのカスだの言いまくったんだしストライカーとして潔に点決めてほしいわ。でも馬狼のゴールも見たいから困るんだ。本当にどっちも勝ってほしいしどっちも負けてほしくないクソ2人ともイカれたサッカーモンスターで最高なんだよ。これで馬狼2点目でスターチェンジシステム終了だと潔はスナッピーに完全には勝てない状態でスナッピー退場って感じなのか。というか潔の強みは周りを活かせることだけど現状バスタードミャンヘンを自称する集団がチームの体を成してないことを忘れてはいけない。でもそのおかげで潔のスキルツリー世界樹みたいな伸び型した小の内下馬はね、U20 の凛ちゃんの気持ち悪いといい今回の馬狼といい、本当に自ら逆境に突っ込んでくことで伸びるタイプだな。青い監獄。馬狼の思考が本気で世界一のストライカーを目指してるやつの考え方だなって伝わる感じがして良いわ。馬狼はこいつについていきたい。潔はこいつは俺が殺す方向性は違うけど両者ともに周囲に対するバフ持ちだな。カリスマ性よし。ここで自習に持ち越すあたり馬狼が決めきれず別の誰かが押し込んで同点。ラスト1点を潔か馬狼かって流れな気もする。ただタイトル的に普通に馬狼が決めそうでもある。まあ負けたら責任は指導者が取りますは間違ってはないけど、それだと馬狼は正しく絶望できないからね。馬狼には合ってなかっただけでその他大勢にとってはいい指導なんだよな。馬狼もいいとこだけ食っていっただろ。メタ的な話になるけどサッカーにおける悪童ってキングのモデルと言われてるバロテッリとスナッピーのモデルの一人とされてる。イブラヒモビッチの二人が真っ先に名前上がる存在だしタイトルからだとスナッピーが決める展開も全然あると思うよ。馬狼抜いてゴール決めたスナッピーにノアが帰ってきたかクソガキってつぶやくのめっちゃ見たい。このマッチアップで馬狼に負けるとすると、負けた後の潔とカイザーのリアクションとか対比されたりしそう。逆にスナッピーが馬狼のシュートを利用して2点目獲得したら潔はスナッピーの技盗む可能性ありそう。馬狼と潔も、カイザーと潔も一生バチバチしててほしい。決着つかないで。皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。